こんにちは、山田さん。速稼塾の久保です。2020年今年もね、よろしくお願いします。で、一発目に送られてきたのが、マインドまで変えてしまう学習法を紹介していますということで、3分ほどにまとめられてましたね。これなかなかいいじゃないですか。グッドですよ。こういう考え方を発信していくと人の役に立つと思います。で、プラスアルファでですね、こうしたらもっといいよ、こうしたらもうワンランク上がるよっていうことを私の方からお伝えさせていただきます。これはですね、例えばっていうやつなんですよ。そうなんですよ。このマインドまで変えてしまう学習法のこのやり方をね、天野さんシェアしていただきましたけども、その時に、例えば私はこういうふうにやっていますとか、例えばこの人はこういうふうにしていますっていうことの、この例えばをね、2つか3つ入れていただくとイメージが湧きやすいんでいいんではないかなと思います。ちなみにですね、セミナーってありますよね。1時間のセミナーってこの例えばをたくさんやってるだけなんですよ。言いたいことは一つなんだけども、そこにですね、例えばこういう人がいますっていう風なストーリーを5分とか10分で3つとか4つ付け加えていくことによって1時間っていうのが埋まるんですよね。まあ、ですんで、セミナーをね、これから受講されるときに、例えばって言った後、その例えばが多ければ多いほど、あ、この人は時間を埋めるためにやってんだな。まあ、もしくはね、本当にね、いろんな角度の例えばがあるから価値のあるセミナーになっているのかなっていう風に考えると、とっても受け止めやすいと思います。で、まとめますとですね、何か一つの学習法なりね、ノウハウを提示したときは、例えばこういうふうにするんですっていうふうに、視聴者さんが普段されてるだろうなっていう暮らしに沿ったものをね、お伝えするといいと思います。例えばですね、電車に乗ったときこういうふうに考えたらいいんじゃないですかとかね、NHK の訪問が来たときにこういうふうに考えた方がいいんじゃないですかっていうふうなストーリーを作っていくってことなんですよね。それでは本日は以上です。今年もよろしくお願いします。